1回目よりも早かった。その状況でハーバリウム作ったのすごい。なんか夜になったら体調悪くなるかなと思って早めにやりたくって、早めにやったらノイノイがあったって感じです。そう、ハヤピーさん可愛い、ありがとうございます。腕は昨日が一番痛かったかな。今はちょっと筋肉痛ぐらい。昨日の方が痛かったです。ヒッキーさん、バラありがとうございます。おそばさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。昨日でもハーバリウム作り終わって本当に終わるぐらいの時に暑くなってきたなと思ったんですよ。なんかこう暑ぐらい、なんか暑くなってきたなと思ったんですけど、腕は上がります。でも痛いっちゃ痛い、筋肉痛みたいな感じ。解熱剤も昨日の夜一回飲んだだけで、今日の朝とかまあいっかみたいな感じ。私は多分軽い方だと思います。ヘイブンさん、尊いありがとうございます。体調は夜、昨日の夜が一番あ、まあそう、動かさない、ごめんなさい、動かしちゃった。解熱剤って呼んでました、さすがあんちゃん私も昨日ワクチン打って夜39度5分まで上がった。だから多分私は本当に軽い方だと思う。38度が最高なので、 8.0 なので、ティダカンカン、久しぶりに名前呼んだ。チンアナゴありがとうございます。今は今日はずっと7度台をうろうろしてるって感じですかね。さっきなんかまあ布団にくるまって、めっちゃシャツ出てる、布団にくるまって熱くなってとか、布団あんまりかけて、お腹しかかけてなかったら熱帯体温低いとか、そのぐらい。ひろたんさん、ありがとうございます。まだ一回も受けてない。だるさは今はないですね。今日の朝、昨日の夜の方があったかな。今日の朝かな。あれちゃん、夏の落とし子、カズリンチョさん、キュンキュンありがとうございます。良くなってもてか1回目も別に大した、なんか頭痛いのかなぐらいでもう7度台だったから、なんかそんぐらいです今は。ゆめちゃん